これあっかね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。まろちゃん久しぶり、くるぶしです。サンキューエイトプロテイン、イエーイ。OK。 さあ、なんすかこれ。さあ、ナチュラルキラーズさんの T シャツですね。物販でプロテイン売ってる人ですね。千代さん、宣伝しときましたよ。今日はどんな、今日はもうすごいシンプル、お、うん、みんなが知ってるような感じなんですね。うん、そうですね。それでは今日はこちらで2人でゲームしたいと思います。お、ジェリーベリーのビーンブーズルボックス、はい、おーということですね。全然ちゃうじゃないですか。グミですね。おう、うん、グミ、グミ、セーフのグミとアウトのグミがあるはずなんです。アウトってなんですか、罰ゲーム的な。そう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 、どっちが当たるか分からんけど食えよってやつだよね、きっとね。ルーレットで8種類あるんかな。例えばこの緑やったら、うん、セーフはライム味、アウトは刈り取った草味。刈り取った草味、はぁ、あ、はぁ、あ、あー、なんとなくラインナップとして、なんていうの、あの、犬はこっちではワンだったり、あっちではバウバウだったりするじゃないですか、うんうん、価値観がまず違うと思うんだ、俺、味の。そうね。怖いな、マジで。待って、おむつって何、使用後やろ。そうやな。ちょっと開けてみましょうか、一回ね。開けてみましょう、開けてみましょう。おお、あ、もうほぼ完全に混ざってるわ。うわぁ、これを回して、うん、当たったやつを食うんですね、うん、ちっちゃい頃こういう石とか好きだったけどな。うわぁ、まあ、すごいよ。もうこれ体に悪そうだな。悪そうやわ。じゃあルーレット回して順番に食っていく。どんどん、今セーフかアウトかってことやんな、うん、で、ハズレをより多く引いちゃった方が罰ゲーム。罰ゲームなんすか。罰ゲームは我々通常のツイッターでもありまして、交換日記動画をやってるんですけども、はい、前回1週間ツーウェイライト、ツーウェイライトアイスっていうのをやったんですけど、はい、マジでやりたくないですよ。今回は交換はすんねんけど、はい、その1週間だから、3回になるか4回になるかはタイミングやけど、はい、これに関する動画、うん、いやー、ちょうど1週間で長いよ。あげていこうかなと思いますけども、万が一おむつ味が美味しいなってことがあったらさ、絶対まずいんかな。あー、どうなんだろう、どうなんでしょうね、わからない。もう、あ、臭い。え、もう臭い。うわ、うわ、臭い、嫌な匂い。あの、あれだ、ピアスの穴、くっせ、ピアスの穴を指で擦った時の匂いがする。あの、匂ったことないな。あと、元カノの夕方5時ぐらいのマンコの匂い。知らん。これマジでやりたくねえわ。最初、はじめー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ、あいこでしょ、オッケー、では先行、お、いかしていきます。はい、それではルーレットシュッ、黄色、黄色か、黄色ですね。これって何味、何味だって、ハズレが腐った卵味っていうのは覚えてんね。うわー、頑張って、マジで臭い。どいつがこれの匂いの元なんやろ。卵じゃないですか。じゃあこれやん。うわー、行かせていただきます。はい、くっす、あれ、あれれれれ、あれれれれ、ハズレっすか。バターポップコーン味か、腐った卵味。バターポップコーンではない。飲み物用意しとこう。パッケージ楽しそうだったからさ、俺ちょっと割とワクワクしてたんだけど、もう開けた瞬間一気にテンション下がる。大丈夫っすか。いきます。うわ、なんかすごい色きたよ。これ、まあ、ピンクのマーブルのやつやね、きっとね。これね、ピンクのマーブルはちなみにミックスフルーツか、臭い靴下。じゃあこのピンクのマーブルいかしていただきます。ブー、セーフ、ミックスフルーツ。多分、うん、
ミックスフルーツっぽい。これの匂いがすごすぎて、うん、嗅覚やられて、うん、味がよくわからなくて。多分セーブです。オッケー。うん。いいわ。はい。はい。お。チョコレート。チョコレートプディングか、缶入りドッグフード味をして。うわぁ、俺チョコレートプディングが一番食いたい。これいきます、この小豆みたいなやつね。お。いや、いただきます。もう最初の草と卵でめちゃめちゃテンション下がる。いきなり結構嫌なやつですね。はい、ほっ、あ、チョコレートプリンでした。うわーいいなー。普通めちゃめちゃチョコの味する。あ、マジで。めちゃめちゃチョコ。せーの。じゃあいきます。はい。あ、これだ。あ、出た。さっきの黄色っすか。バターポップコーンか草と卵か。めちゃめちゃまずかったよ。ハズレ。ほんと、うん、じゃあバターポップコーンのことを祈って食べます。いけいけない。いや、もうお気持ちお察しします。吐きそう、マジで。うわ、まずい。これ嘘つかれへんな、まずすぎて。うわ、まずい。本当だね。うん。うん。そうだよね。我慢すればいいよ、ね。うん。ここ5年ぐらいで一番まずいだよ。さっきくるちゃんがセーフでやった靴下かミックスフルーツだね。お、あれれれれ。卵よりはまずくないねんけど、うん、フルーツではない。なんかもうほのかに臭い。あー、味はあんましない。甘い。あー、気持ち悪い。いや、それ伝わるかな、この臭さ。俺らのテンション下がると分かる。じゃあいきます。もう俺これやだー。黄色ー、これでいきます。サイゼリアの入り口みたいな感じです。いや、でもそれはほんまにまずい。で、うん、お、オレンジだ。ピーチ味とゲロ味。うわーい。これ、ももちゃん、ももちゃん、ピーチ味、ももちゃん、信じてるよ。ももちゃん。どうだ。うわ、マジで。うわぁ。ももちゃん、やんなよ。いきます。あ、青や。青。青はね、ブルーベリーか、ミカキコ味。まあ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 。じゃあ。うわ全然嫌じゃないけど、確実に食べるよ。うい。あ、ピンク。あ、よう出ますね、ピンク。濃い。ミックスフルーツ。お。ミックスフルーツではない。じゃあ、いきます。あ、うわ出た。同じ。同じやね、ピンクやね。ミックス。サドンデスやん。サドンデスやん。マジかよ。詰めます。はい。青や。歯磨き粉か、ブルーベリー。ちょっと待って、これ嘘つかへんぐらい歯磨き粉。そうね、そうよね。すごいよね、歯磨き粉が全力で突っ込んでくるよね、口の中。いや、ほんとにマジで。ちょっとした衝撃やわ、これ。歯磨き味って言うから、うん、ミント味のグミかなって思ったけど、うんうん、歯磨き粉やね、これ。ほんとにそう。歯磨き粉を固めたような感じ。重い重い。これ食ったら腹通るでしょ。
待ってこれクルーちゃんとセーフやったら負け俺。そうですね。最悪。終わらせたいと思いますもう。白や。白。あ、白はねココナッツ味とおむつ味ですね。ああ。じゃあ視聴者の皆さん、ジモアが負ける瞬間をじゃいただきます。ココナッツ好きだ。うわあ最悪。さあ勝ちました。チョモララテがですね、1週間交換日記の中でこれを全部食べ尽くすと。食べ尽くす。違う違う。いやーでも楽しいですね。楽しいよ。楽しいは楽しい。そうね。楽しいは楽しい。うん。今回はビーブーズルボックス、ビーブルーズボックスで2人で遊んでみました。はい、ありがとうございました。皆さん日記楽しみにしてください。